こんにちは。金色のコルダ3フルボイススペシャル、続きをやってまいりましょう。金色のコルダ3、いい声ですね。さあ、物語の方もいよいよ佳境というところでございますが、しかしここ最近ずっと佳境な気がします。キャラクターがそれぞれ違うタイミングで佳境に入るから毎日佳境ですけれども、さあニアさんと話してみましょう。まずはちょっとすいません、 PSP の方なんとか今実況中になんとかしてます。今はい、どうだこれ、どうだ、少々お待ちください。はい、誰の話を聞きたいんだ。今日はちょっとね、なんとなくじゃなんとかなくなんですけど、なんかね、リツさんのことをちょっと深掘りしたくなりました。キサラギアニの話か。一体何について聞きたいんだ。何について聞きたいかと言われると、ここで趣味特技聞きたいんですよ。ただちょっと一応別の話がどんなのかあんま聞いてないんですよね、リツさん。好みのタイプあえて聞いたんですよね。ちょっとここで一つ一周回って、趣味特技の一番基本的なとこ、趣味と特技を同時に聞きたいな同じようなもんでしょって話。趣味、キサラギアニの趣味といえば熱帯魚の飼育が好きなようだな。へえ、知らなかった。寮のラウンジに大きな水槽があるだろ。あれの管理はキサラギアニがやっている。この情報今までありませんでしたよね。流木に生えた水草の中にエビもいるんだぞ、知ってたか。でもそういうアクアリウム的なね、たまにお店とかでありますけど、じっと見てて言ってると楽しいですよね。管理が大変だから自分はやりませんけど、ビーシュリンプというらしい。小さくて真っ赤な綺麗なエビだ。君も水槽を覗いてみるといい。かわいい、いますよね。ただね、シュリンプとかエビとか言われると食べたくなっちゃいますけど。まあこんなものだな。なるほど。そろそろ眠くなってきた。あとはまた明日にしてくれ。熱帯魚が好きなのは、銀エーデンでいうと外伝で第二次ティアマト大戦の730年マフィアのビットリオ・ベルティーニでしたっけ。熱帯魚が好きなの、ちょっと後で確認して間違ってたら訂正します。確かビットリオ・ベルティーニじゃなかったでしたっけ。まあそれはともかく、まず確認したいのが、アンサンブル情報がどうなっているかですよね。で、ひばりの方、湯気子以外100、もうゆげ子頑張れって話ですね。で、威風堂々がこのようになってます。じゃあ、で、習熟度も上げてくれてますね。うん、で、京也くんが極めた。じゃあ京也くんはまあ好きにしてもらって、はるくんに指示をまず出しましょう。そんなことしてる場合じゃない。これで大丈夫、リセットされてないですね。うん、で、まあ跳躍はもう好きに、やってくれって感じですから OK。 じゃあまたハル君と威風堂々の習熟だけしていかないとな。で情報は前回見ましたが、またちょっと残念ながらね、ちょっと東金さんのイベントが見られなくなってしまいました。で、あ、金色綺麗ですね綺麗だなって言いながらね、こういうのを見て、で、明日、まあ、お手紙の方がいるかもしれない。あとは場所によってイベントが起きるかもしれないという感じです。うん。で、イベントはイベントでやるとして、まだまだ練習をしっかり考えながら やらないといけないので、それも考慮に入れつつ、寝ましょう。おやすみなさい。あっ、それ確認してなかった。今日は全国学生音楽コンク
今日は全国学生音楽コンクールバイオリンソロ部門の決勝だ。他校の中には出場する生徒もいるようだが、ゆえ子は、そう、ゆえ子は出るかどうか私知らないまま、あ、来ましたね。手紙が届いている。誰からだろう。カタルヘナゆえ子さん、君に話したいことがあるんだ。今日の昼過ぎ、学校の屋上で待ってる。必ず来てほしい。午後って言ってたから昼食は関係ないのかな。取るか取らない、封筒に名前は書いていない。誰なのかわからないが、指定された時間に行ってみよう。行きましょう。昼休み後かな。さあ、今日は誰も光ってません。ということは挨拶回りをまずすると。え、ちょっと待って、ママミ君がいない。天宮君もいない。人乱もいない。あ、ソロ行ってんのか。そうですね、そうか、そうですね。アマネメンバーとかがいないのはソロに行ってんのかな。いらっしゃいませ。さあ買わせてくれ。まずもうこの辺はもう何も考えずに買います。で、あー、メガホンが今回ないか。技術経験もいいですね。技術はもういいですね。レベルが高い方が感動させられやすいのかもしれないですけど、このアイテムを使う機会がない。こっちの方優先するから。でも0よりは1だな。1個は持っておきましょう。ありがとうございました。では挨拶回りから始めましょう。恒例のじゃじゃん。さあ、心開いた柳沢さん、会えたらいいなと思っていました。僕はいつでもあなたを応援しています。うちは大家族なんです。 OK、 元町通りに行きましょう。ああ、そっか、新田くんが公園にいないのが残念っていう話か。天宮くんいた。いないって言ったけど、いた。君の邪魔はしないでおくよ。いない人たちはソロでも、バイオリンじゃない人もいるな中に。あ、プレゼント。いつもいい感じの BGM ありがとね。 BGM よかったらこれもらって。なんか知らないけど音楽の役に立つらしいよ。メガホン、あ、嬉しい。いや、ちょうどあんたのこと考えてね。何言ってんだ俺は。もう穂積さんは完全にもう恋愛シミュレーションゲームの世界に入りましたね。なるほどね、今日はいない人がいるのか。暑いと。よし、で、森の広場のリツさんにも挨拶。まあもう挨拶不要だよという説もありますけれども、大事ですから。これ欠かしちゃいけないですからね。自らを信じて。とりあえず朝はみんなにおはようだ、ね、で、実は京也くんの変化したセリフ、実は声で聞いてないんですよね。いつもついついボタンを押してしまって。お前は一生懸命だな。なんでそんなに。なんで毎日練習。いや、俺に技術も大事。さあ、お手紙という怪しい、差し出し人不明だからね、今のところまだ分かんないですけど、まあでも何食わぬ感じですね、大地さん。じゃあプレゼント、プレゼントどうしますかね。やっぱ親密度が足りませんの人だけにしますかね。だからリツさんとかね、うん、まずリツさんにあげるとして、で、さっきさんはありあるで、ハルくんも、まあ、もういけるんでしょうけど、森の広場になんでみんな来ないの。だからもう事実上プレゼントをあげる対象者は今日で言うと、どうだ、
まだチャンスあるけど。難しいな。ということは、リツくんとリツさんとハルくんと新くんの3人にプレゼントですね。毎度どうも。リツ、麦茶、チップス、ハルくんで、プロシキ。ありがとうございました。その上であげましょう。ほずみさんね、あれだか。いや、ほんとお腹が空く時間帯にいつもやってるんですよね、ポルダ。私もこの実況終わったら、まあ昼食って言ってもね、私いつもね、休日の昼食はものすごく少なく済ましてるというか、簡単に済ましてるんですよね。その後家事が残ってるから、ハルくん、せいぜい例えばカップヌードルに卵を落として食べるとか、その程度ですね。その分夜食べます。完全に私事ですけどね、私事ですけど、一個ちょっと話題あるんですけど、最近ね、玄米食始めまして、白米と玄米1対1で今食べてるんですよ。意外にいけますね。そんな印象ほどね、あれ今、あ、みつさん、しっかり水につけてればね、そんな玄米も多少歯ごたえがあるけど、それがまた美味しいっていう感じ で白米よりもはるかに栄養がね、たっぷり含まれてますからね。でそれプラス胚芽押し麦を入れて、だから白米玄米押し麦がほぼ1対1対1っていう感じの食事で、それだけだと足りない栄養素があるから、それを卵が補ってくれるんですよね、多くの栄養素で。それプラスなんか生卵をかけたりしてね、最近食べてます。はい、という近況報告終わったところで、練習考えましょう。だからそう、威風堂々の二人練習ですね。まずこれはもう何も考えずに、まずは威風堂々で二人練習で、誰とやるかが問題で、まあ現実問題としてはハルくんとやる、まずはハルくんとかな、ですね。でリッツさんとも、あれできるの二人練習、今いないけどできるんですかね、ちょっとよくわからないですけど、わからない、ちょっと気になりますね、気になっちゃう。でもまずちょっと今はそろそろいい意味でも悪い意味でも攻略対象が絞られてきたので、親密度上げ対象が絞られてきたので、その分ちょっと不安な習熟度上げをしたいという感じですかね。ですので威風堂々をいっぱい溜まった、これでちょっと全力でいきましょう。まずは1回目2人練習、威風堂々。2人で練習ですか。じゃあ先輩の好きな場所でやりましょう。はい、好きな場所、それは屋上。気持ちのいい朝ですね。先輩との練習があるからなおさらです。いいな。え、照れるようなこと言いましたか。やめてください、映ります。人との交流って大事ですね。それだけなんですけど、はい、さあ頑張ろう。二人が遅れてるから我々今他の三人頑張ってるけど、音を重ねている間、瞬間先輩の心と向き合っている気がしました。瞬間心重ねてっていうタイトルがね、今ならあなたが考えていることも、ある作品にありましたけど、さで、でもう一回二人練習誰かとしようかな、集中力度上げようかなっていう感じですね。あ、全部森の広場なんだ。違う、後のやつは同じになるんですよね、仕様で。
でもう2人練習、親密度上げのための2人練習はもう、あ、強いて言えばリツさんか。うん、よし、リツさんとやりましょう。これちょっと条件整えておきたい。で、まあとはいえリボンは使わずにでいきますかね。足軸だな、上がりが悪すぎる。難しいですね、最後の。やばい、これちょっと全力尽くしてやらなきゃいけないね。ちょっと、ああ、メトロノームをたくさん書いたのはある意味良かったですね。で、これで、うん。うん、で、17だから、親密度の大台には達しないけど、800の大台には達しないけど、まあやってみましょう。お前か。ああ、わかった。音を合わせに行こう。こういう時に限ってメールが来ないんですよね。親密度がより上がる。まあまあ。魅力的な表現はすべて堅固な基盤の上に成り立つもの。お前の基礎力をより安定へと導く。そのための指導ができたらと思う。見事な言葉ですね。じゃじゃん、まあ、収縮度半分は超えました。あ、すごいですね、リスさん20万上がりましたね。よし、でリスさん、ん、あ、レベルアップではないか。最近のお前は成長が目覚ましいな。時折ハッとさせられる。お前と音を合わせるといつも新たな発見がある。俺はこの時間が好きだ。やりましたね。さあ、お昼ですが、特にないですね。さあ、ちょっと神南のお二人は周回プレイかアナザーストーリーに帰って頑張るとして、この際もうこのやっぱより出会いが近かった人たちで集中していきますか。で、親密度が足りませんって言っていた唯一の人が現状リツさんで796なんですよね。だから800超えたらなんかありそうですよね。だからちょい上げでリツさんとお弁当食べるのいいかもしれませんね。今回はこの人と食べないとイベント起きないわけないよね。まあ行きましょう。ではいただこう。パクパク、楽しく過ごした。はい、特に今日は何もメールがなしで、今チラッと出ましたけどね、屋上注目ですね。で、あー、2しか上がらない。800いかずで、ちなみにどうですか、足りません。はい、もうちょっと頑張りましょう。さあ、ではもう本日のメインイベントですね、行きましょう。では、皆さんお気持ちの準備はよろしいでしょうか。行きましょう。そろそろ呼び出された時間だ。モブだ。やあ、来てくれたんだね。え、だろう。はじめまして、俺岡本徹って言うんだ。普通科3年、よろしく。はって。ああ、うん、実は君のこと前々からいいなって思ってたんだよね。あ、何のことかわからない。つまり俺君のこと好きなんだよ。ちなみに女性で見てくださってる皆さん、こういう言い方されてどうですか。いいと思いますか。こういう告白の仕方どうですか。ありですか、なしですか。だから夏休みが終わる前に告白しとこうかななんて。よければ俺と付き合っ、はい、そこまで。
高木、お前な、今大事なとこなんだぞ。邪魔すんなよ。それは俺だって馬に蹴られるのはごめんだ。銀河英伝説でユリアンが言ってましたね。けど彼女のことなら話は別だ。何？お前まさか。岡本、うちは今全国大会のファイナル直前なんだ。そして彼女は大事なファーストだ。こんな大事な時期に気軽にちょっかい出すのはやめてくれないかな。副部長だからって部員の恋愛にまで口出すのかよ。本当に好きなら大会が終わるまでくらい待てるだろ。確かにタイミングが悪すぎるよね。しょうがねえな。分かったよ。相手のことを考えてないね。じゃあこの話の続きはまた今度。大会頑張れよ。応援してるからさ。じゃあな。それで引き下がるのもまた不思議だけど。やれやれ。さあ大臣に対してありがとう。どうして止めたの？邪魔しないのしかった。いやーこれはどうだ。またこれ0か100かですね。これ0か100かですね。無難。多分正解ない。ゼロサム。いやここはね怖い。ちょっとこれはゼロサムすぎるから王道、王道です。いきます。どうして止めたの。まあ話の流れ的にも、うん、含みでもあるしね。これはこれで。さあ君はどうしてだと思う。さあ振られましたね。今度はこっちが出てきましたが、上がった。お、副部長だからって君の恋に口を出す権利はないか。あいつも痛いところをつくよ。なるほどね。立場を利用しているわけではないけれども周りの人がそう見入ってしまうと。そう考えるとやはり自分の立場と自分の心を天秤にかけて悩まなければいけないという。そうか、そういう思いもあるんですね先輩には。参ったな。君のことは可愛い後輩とだけ思ってたつもりだったのに、君が他の男に取られてしまうかもしれないと思ったら本当に大人げないな。こんな気持ちがあったなんて自分でも驚くよ。さっきのはただの綺麗事だ。俺は君を。あ、これこんな金色のコルダ。ああまずいな、こんなんじゃ。今が大事な時だってのは変わらない。ごめん、今のは忘れてくれ。今はファイナルのことだけ考えよう。俺はもう少しここにいる。君は先に戻っていていいよ。少し頭を冷やしたいんだ。じゃあまた後で。そうですよね。あそこで大地先輩の最後まで行っちゃったらさっきのなんとかという男子と同じですもんね。まあ、しかし思いを伝えたい状態になっちゃったんですね。夢も悪い女だが。さあ金色の人が増えました。ありがとう。よしよしよし。さあではこれで、時間もきりのいいのでね、今日のメインイベント出ましたので
今回ここまでにしたいと思いますが、で午後の部は、まあ、また考えていきますが、それでも変わんないよね。うん、変わんないよね。とりあえず同じか。変わらずですよね、特に。で、ソロ大会で何かあるのかなっていう。あ、ちなみに第一戦だ。あ、最初の第一戦が変わるから明日が楽しみですねっていう話か。一回外出てみますか。ほい。特になしですね。よし。さあ、では、冒頭でも言いましたがね。言ったっけ？前回の冒頭だっけ？いや、ほんと。物語、いよいよ佳境。しかも人物、登場人物ごとに、佳境のタイミングが違うので、ここ最近毎日佳境ですけれども、今回はここまでにいたしたいと思います。さて、明日どうなるか、明日どうなるかというよりも、今日の、午後の部の練習をしっかり、どこまでできるかっていうのを、次回はね、重視してやっていきたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは、失礼します。